国産牛のステーキにうなぎのけんちん焼き、そして牛乳を使った豆腐。料理に使われているのはすべて小泉八雲の好物ばかりです。今日松江市のサンラポー村雲で行われた試食会には、小泉八雲のひ孫小泉ボンさんなどおよそ50人が出席しました。料理のテーマは小泉八雲夫妻への現代版おもてなし料理です。当時ある材料で、和食っぽくありながら小泉八雲先生も食べれるように工夫して作っております。例えばうなぎのけんちん焼きですと、一般的にタケノコとか和の食材が入るんですけども、今回ジャガイモを入れておりまして、大変食べやすくなっておると思います。ラフカディオ・ハウ、後の小泉八雲は英語教師として1890年に松江中学校に赴任。妻の小泉節から聞いた日本の民話をまとめた怪談を出版するなど、広く日本の文化を世界に広めました。日本文化への造詣が深かった小泉八雲、しかし和食に対しては、和食で八雲が食べられたのってうなぎぐらいなんですよ。あんまり好んで和食食べなかったんですけど、多分ね、八雲も生きてたら感動して食べたんじゃないかなって思いますけど、見て本当に好物しか入ってないんでこちらのお吸い物、八雲が毎朝食べていた目玉焼きの下にあるのは、なんと食パン。メニューでは和食が苦手な八雲のために洋食のテイストが散りばめられています。このほかメニューには、島根県内で採れた野菜や高校生が作ったステーキソースなど、島根の食材がふんだんに使われています。なんかこう招待してもらって一緒にお食事取らせてもらってるような、そういうなんかこうゆったりとした楽しい気持ちでいただいてます。非常にアイディアがたくさん詰まってまして、今まで食べたことないぐらい美味しいですね。ドラマの効果で今後多くの観光客が期待される松江市。上貞市長は、これから実際にその食卓のシーンも出てくるのではないかなと思いますから、同じものをですね、食べに来ていただくというような、観光商品としての魅力も出てくるのではないかなと期待しております。今回のメニューは来月から事前予約限定で提供される予定で、こちらのホテルでは今後、怪談をテーマにしたメニューや、小泉節が好んでいたすき焼きなどの新メニューも開発していくということです。